ッションの仕事をしています。初めてです。なんかこういうところでも楽しめたら本当に好きだと思ってる。バンドマンと付き合ってたことがあって、それでライブによく下北沢に来ていたので、15とか多くてワイワイにぎわってて、高校生時代を思い出しました。